私、ね、私いつもね、自分便利主義だけどね、ほら聖書で献金の時にね、100円しかない人がね、100円全部献金したのと、1000万円ある人がね、100万円したのとじゃ、ね、違うっていう、ね、やっぱ全財産した方がいいじゃないですか、すごい気持ちが。なんか私もね、ないけど、やれる範囲で頑張るのいつも。こんな、あるわけないですよ、年金暮らしで収入がない人にね。本当にそれは、まあ現役の時でちょっと働き残業すればいっぱいなので、私、買ってるの当たるというね、って。あ、そこ入んない。でも、より人にもね、当たるように祈ってくださいとお願いしてね。当たりますようにっていうの、いつもそうしてます。300円とかでしか当たらないからね。私も当たってもね、まあ、頑張って1億当たったら、それこそ1億は持ってこれないけど、ね、それのうち1000万円ぐらいはね、じゃあと思いますよね。なくて買った宝くじだから、全然そのやれクルマ危ないよ。あ、すいません、交通事故に当たるかもしれないけど、宝くじ綺麗ね。今日ですね、あれも分野されてみて、混んでなくて、こんなない、こうあれ見てる人は分かるので、周りが広いので、あれあれですよ、結構すごいですよ、もう早いですよね。綺麗に、手入れでいいから、他も綺麗だしね。どっちかじゃないです。Ya que se está poniendo un poquito de lugar.